踊っちゃった踊っちゃった。あ、曲紹介 しようよし、さっきの恋空予報って曲です。ねえ、いい曲、かわいい、ありがとうなんかねえ、なんかここら辺がなんか振りを真似してくださって嬉しきですあの次で最後の、あ、最後って言っちゃった最後って何の魚だ、ね、魚ってあ、よし、はい、次で最後の曲になります。お、今日わりかし綺麗だわりかし、はい、ではその前に恒例の告知をしたいと思います。はい、5月の20に岡山のハニーブランチさんに行きます。そう、行っていきます。あ、よかったら来てもいいんだよとかいうやつ、はいですね、あのハニーブランチさんに行くのは何回目だろうな、3、4ぐらいなんですけども、あの、はい、であのライブの後にちょっと特別なこともあるので、ちょっとまだ告知はできないんですけど、そう、初めてではないけどハニーブランチさんにいて初めてのことがありますです。はい、だけかな。いっか、ツイッターで告知します。あ、大事なこと忘れとった。6月の9か9だ。あ、そうそう、9日にあのラピエールさんに篠宮、あの3時から9時まで営業します営業します。そう、カノンカフェ、あのメニューでなんかゼフ調ドリンクとか、あのカノタリアンたこ焼きとか、カノセレクトサンドイッチとか、あとカノン応援ドリンクとかあるみたいなので、よかったら私をね応援してくださったら嬉しいみんな意地悪だきな、なんかそうやって言ってな、まあいいやはい、で最後の曲は恋とつくといえば私のあのパンチラで伝説あの盛り上がる曲をしたいと思います。はい、あのとても盛り上がる曲なので、いい感じにしていただけたらとても嬉しいですね。あ、いいですか、やりますよ。はい、最後の曲見てください、恋のトゥーフォーイレブン。